配信ナイト。この番組は日本写真映像専門学校の提供でお送りします。この番組は現代の若者のちょっとした悩みを、他の人よりもちょっと過酷な灰色の青春時代、廃春を経験してきたメンバーたちでズバッと解決する番組でございます。どうも、アイシャン河合です。どうも、ミスター廃春稲田です。おモーニング娘。23の木野まりやです。 ABC プロデューサーの常若五郎です。よろしくお願いします。今日は10月2日でございまして、常若さんが見事合宿から、そうですね、られました、はい、生きて帰ってこれました。お疲れ様でございました。本当にあのもう帰ってきてね、あの、はい、1週間以上経ってるんですけど、はい、未だにこうなんかあのこれ時差ボケなのか何ボケなのか分からない、すごいドヨーンとした疲れが今残ってて、まだ、はい、あ、まあ体がおかしくなってる、そうそう、完全におかしくなってます、はい、多分ね、あの人と長いことおるとね、絶対こうエネルギー奪われるような、はい、いや本当にそうだと思います。わかるでしょう。もうめちゃくちゃにわかります。だからあの、まあ、魂抜かれるみたいな感じ。でもまあ近いかな。でもそういう感じですよね。まあだからちょっとこの先週先々週と聞かれてない方のためにあれですけど、さんま師匠がね、はい、本当はまあ結構毎年のように、毎年、はい、ね、僕もあの10年ぐらい前から、はい、一緒に行かしてもらってるんですけど、はい、まあいわゆるさんまさんの夏休みなんですけども、はい、まあ、ニューヨークにね、はい、の仲間、スタッフとか仲間引き連れて、あのニューヨークに、ね、まあ、一番の目的はミュージカルをたくさん見るっていう目的なんですけど、はいはいはい、まあ、合間でメジャーリーグの試合見たりだとか、はいはい、で、まあ、まあ1週間朝から晩までっていうか、朝から夜中まで、はい、夜中から朝方まで楽しむっていう、はい、そのまあ、お笑い合宿と我々は呼んでますけれども、はいね、隙を見せたら突っ込まれるんで、もう隙見せないように1週間緊張して、はい、終わった後の飛行機は首が折れるように寝るみたいなそういう一瞬。もう一回確認なんですけど、お休みで行かれてるんですよね、はい、プライベートなんだ。僕も休み取ってお遊びで行った仕事の時より疲れるんじゃない周りからはなんでってよう聞かれるんですけど、せっかくの休みをなんで貴重だね。これはでもだからやっぱりこのさんま師匠と入れるというその貴重な体験でもあるんですが、うん、やっぱり半日おったらもう分かりますよね。これの倍で1日そして掛けの7で1週間、いや恐ろしいです。本当に想像つかないです、はい、さんまさん自身はね、来年年明けの新しいホールが東京ドームの横にできるところのこけら落としやれはるんで、まあその、まあ、感覚を研ぎ澄ませるという意味もあったり、はい、また来年再来年以降こうなんかミュージカルを吉本がね、はい、ミュージカルを誘致したいみたいな話もあって、はい、さんまさんいろんなもん見てきてくださいとも会社からも言われてるというので、まだ研ぎ澄ますんですかこれ以上68ですよ。まあ、今回はね、もうそういう意味で気合が入ってて、いろんなミュージカル見て、まあ本当まあ、現地のね、あの知り合いのスタッフ、はい、ミュージカル担当のスタッフとか、はい、ゴルフ担当のスタッフとか、晩ご飯担当のスタッフ、夜のお店担当とか、みんないろんな担当の人がいらっしゃって、その人が待ってるんですよ、やっぱりね。はいはい。で、この1週間ちゃんとフルオーダーで素晴らしい1週間にするためにみんな気合入ってるんで。なるほど。はい。独自の。おさまさん自身も、もう行ったらもうレール引かれてるような感じで。ああ、なるほど。で今日はこのミュージカルです、はいはいはい、今日はレストランはここです、飲みに行くのはここですみたいな、みんな決まって、ゴルフはここでみんな決まってる感じで、でその間ずっとさんまさんを喋りながらその工程をこなしていくっていう意思ちなみにですけど、すみません、まあ、集合初日に集合されてから、はい、2日目に入るぐらいまでで、結構なので、ざっとどんな感じ。多分ですけど、二日目以降はそれの繰り返しじゃん。はい、はい、その通り。はい、おそらく。初日は、まあ、飛行機が、まあ、お昼前に着いて、はい、で、そのままヤンキースタジアム直行なんですよ。おー。で、ヤンキースタジアムでデイゲーム見て、はい、で、その後、ミュージカル、夜のミュージカル見まして、はい、で、ミュージカル終わるが大体10時半とか11時ぐらいになって、はい、そこから晩ご飯みんなで食べます。で、1時ぐらいまでになって、で、そこから、まあ、スタッフのうち、まだ女性陣は、まあ、帰ったり、別行動したり、はいはいはい、男性チームだけ別の飲み屋さん行ったりとかして、はい、それがまあ、3時、4時ぐらいになって、はい、今日は早めに、初日やから早めにあげとこか、言うて、3時半頃に解散になって、うん。え、まだそれ初日ですよね。次にゴルフなんで、僕が、さんまさんのところにホテルに迎えに行くみたいな。え、それ何時ですか？それが8時にホテルに迎えに行く。じゃあ3時半に終わって4時、4時半ぐらいに、まあ、最速でベッドに入ってもまあ4時半だとして、うん、そう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 、多分、徳岡さん7時起きぐらいですよね。そうですね。
で用意して、あのとちったらあかんじゃないですか、時差もあるし、まあ、遅刻はちょっと、ね、迎えに行く時はほんまベッドで寝れないんですよね。ああ、もう仮眠するだけ、ソファーで寝てスッと起きれるようにして、殺し屋のいや殺し屋のスケジュールですよ。そのいつでも反応できる、ゴルゴ13とかでしか聞いたことないでもパッと行けるように、たとえ寝てしもてもね、パッと行けるようにっていう、ゴルフから始まって、はい、でその日はゴルフ帰ってきて、はい、でまあシャワー浴びて、また夜のミュージカル見て、晩ご飯食べて、はい、いっぱい飲みに行ってみたいな、はい、でどんちゃん騒ぎして、で朝またゴルフ行って、まあ、ゴルフない時もあるんですよ、はいはい、ゴルフなくて、はい、さんまさんのお買い物デーとかいっぱい、ね、そんなお買い物デーとかもあるんで、はい、たまに 3,4 時間自由時間がポンってある時、あ、それはあるんですか。ここはぐっすり寝ますよ。ここは体調整えないと、ここはいやいや、めちゃくちゃなこと言ってますね。ここほんま整えないいや確かに、自ら言ってるとはいえ、やっぱり、はい、カードやから野球のチケットにしろミュージカルにしろ高いじゃないですか、はい、せっかく高いチケットをね、はい、こうって見てるから、やっぱりもうネタもったいないから一瞬なんて見るでしょ、はいはい、でも、まあ、意識的にはもう眠たなってるから、後半何が、はい、何がそうですよね。もう、朦朧としてる。何が何か分からん。もう、つねってつねって、こう、見たんか見てへんか分からんような状態で、晩飯の会場に行くって。一応、さんまさんはちょっと衛生系で見減ってはるから、ちょっと離れてるんで。ああ、なるほど。ちょっと、こう、油断が、隙ができて、ごっつ眠たなるんですよ。その隙ができてしまって。緊張感ちょっとだけ緩んじゃう時に、はいはいはい、まあ、たまにパッと振り返ったりされることがあるんで、ふって見とかなあかんし、で晩飯の時にちょっとミュージカルの感想なんか、はいはい、ね、寝てたら言わなあかんじゃないですか、それあかんから、一生懸命こうパンフレットみたいなの配られるんだけど、はい、それ読んでストーリーこう一生懸命頭に入れて、とにかくなんか何聞かれてもこうでしたねって言えるような状況だけ作って、ちょっとほっこりするみたいな。なるほど。で、これで何がすごいって、このスケジュールで、さんま師匠は一こくりもないです、ね。ない、全然。もうゴルフ場もね、マンハッタンからやっぱ小一時間ちょっと離れて郊外の方に行く、はい。はいはい、もちろんそうですよね。車の中やったら、ごほんわかしてしまうでしょ。はい、だから、まあ僕の方からさんまさんに、さんまさんも、行きも帰るもんで、ね、車寝ていてくださいよって言うんですよ。はいはい、はいはい、寝てほしいから。はい。それはそうですよね。はい。はい、ちょっと寝れるじゃないですか。はいはい、はい。いやいや、俺もう寝へんからって、ああ、そうですよねって。そう言われたらそうですよね。今年こそは寝てくれへんかというので。なんかね、なんか好きがあったらと思うんですけど、ずっとね、喋りして、まあ、ありがたいことに、そんな空間でね、さんまさんとおしゃべりできる時間、まあ、こんな貴重なことないんで。もちろんそれはそうなんですよ。嬉しいんですよ。嬉しいんです、はい、本当嬉しいんですよ。本当にありがたいです。すごいな。ホテルでのさんまさんはどうなんですか？一緒もう金太郎飴。もう、もう場所とか関係ない。関係ない。本当に。もう、空港集合しましたのとこ切り取ろうが、飛行機の中切り取ろうが、飛行機降りて集合のロケバスまで歩いてる間切り取ろうが、楽屋入っても、でも関係ない。本番切り取っても一緒。本番も一緒ぐらい喋るし。本当すごいですよね。本当は。いつ疲れを取ってるんですかね。疲れとかないのかな。わからん。どんなしてんねやろ。何人かおるんかな。あー。しょって、もしかしたら。昔なんかそういう漫画見たな。漫画見たな。見ましたとか言ったら分かるけど、見たな。一人ごと。ちょっと一人ごと。いや、これはでもね、本当に。もう体感しないとちょっと分かんない。そうですね。これもぜひほんま経験してほしいなと思う。マリアちゃんもね、ほんま一緒にヤンキース見に行けるし。お試し期間から始めたいかもしれない。いや、お試し期間がないのよ。ないですか、うん、その研修期間っていうのがないから、さんま師匠は。あ、そっか。そう。もう最初から。本戦のみ。もういきなりメジャーのマウンド上がるようなもんやから。そうっすよね。だから、やっぱり僕らも、その、さんま師匠の大阪でもう今年1年目で32年になるのかな、はい、ずっともう僕が子供の頃から見てた、さんま師匠の、テレビ、はい、レギュラーで入らせていただくって、その2年、3年前かな、すっごい嬉しかったんですよ。で、それで、そのメンバーでロケ初めて石垣島行くってなった時、あのメンバーでロケ行けるの、ほんまや。こんな嬉しいことないじゃないですか。ほんまや。で、まあ僕らは大阪、その時は大阪だったので、うん、大阪から石垣島。僕らと秋名が先に。うんうん、で、ロケバスで待ってた。はい、1時間ぐらいしたら、さんま師匠、はじめ、皆さん。グリーンベレーチームが。はい、グリーンベレーチームが、
中川家さん、次課長さん、訓練に行くから、完璧師匠、松尾伴内さん、みんなこう降りてこられて、もう遠くの方が分かんのよ、めっちゃ喋ってあるから、石垣島であんな大声で喋ってる人いないから。ほんで、あ、寒いしょや。でもみんな起立しながら、あ、おはようございます。よろしくお願いします。あ、頼むわなって言いながらも、前通り過ぎる時もずっと喋った。ほんで、ロケバス乗っても喋ってる。すごい。で、空港からホテルまで15分。はい。バスの移動。でももう、寒いしょの話の途切れ目がないから、はい、運転手さんが止めたら申し訳ないと思ったのが、だから、1時間ちょいぐらい、ずーっと同じとこ、ぐる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 回ってて、もうついてんのに。もうとっくについてます。同じとこ、ずっと。ほんで、5周目、6周目ぐらいした時に、庄司師匠やったかな、村上庄司師匠やったと思うんだけど、カーテン閉められてて、その、外見たらわかるから、カーテンが閉められてて、で、庄司師匠が、チラッとカーテンの隙間から外の風景見た時に、おい、お前これ何周してんだ、お前がってなって、初めて運転手さんがようやく止めれるってなって。だからもう途切れないから、話が。それはオフの時、オフっていうか、カメラも。そうそう、あ、もう、だからカメラが回ってる回ってないっていうよりかは、さんま師匠のところに、カメラ、回ってるカメラが来てるっていうだけ。うん、ああ、そう、あ、なるほど、なるほど。確かにね。もう関係ない。撮れ高とか関係ない。うん。撮れ高で言うと、もうその移動だけで多分もう十分撮れ全然もう1時間番組ぐらいね、はい、できてる感じだから。なんか僕の場所からは、ちょうどカーテンの隙間があって、はい、何回も同じ木やなって。だから、沖縄って北海道ぐらい広いんかな。いつ見ても同じ景色みたいな。めちゃくちゃ広い。本当に途切れ目が本当にないですよね。うんうん、沖縄とか行ったらそのロケーションとかもやっぱその楽しみたい見せどころじゃないですか。それなのにカーテン閉める。カーテン閉めたバスの中。バトルロワイヤルの同じ。いや、もうそっから始まってたから、うん、すごい。さんま師匠ってほんま飽きひんというか、はい、ずっとやっぱ面白がれるんですよ、うん。それがすごくて。もう本当に才能だと思う、あれは。今、ね、そのコメディでね、一緒にツアー回らせていただいてるんですけどね、その、誰かの仕業やと思うんですけど、新幹線で一緒に、うん、移動させてもらうんですけど、はい、絶対僕さんま師匠の前の席なんですよ。行きも帰りも。おうおうおう後ろにさんまさんがいてる。そうです、うんうんうん。でも、気抜いたら、いらじゃんっていう隙間から。後頭部で、スイッチを切ったかどうかが、わかるんですよ、あの方は。で、船長が一番後ろに座ってるから、みんなを見渡せる司令塔の位置に座ってあるから。で、はい、なぜか、帰り道だけ、僕の頭が壺に入ったみたいで、登場部が。何回も見てらっしゃるのに。はい。で、なんかもうトイレにね、はい、だったりとか、タバコかな、うん、で、何回も、席を立っては戻ってきてなんですけど、毎回も、やっちゃん、おら歌やん。俺、一回目でテンションで、2回や3回じゃないですからね。そうそうそう。ほんま3回目も4回目もブワーって笑う。なんか、ありがたいねんけど、うん、これなんでそんなに飽きずに、なんでそんな新鮮なんやろって。ほんま。すごい。それが、一つなんかパッケージ見つけはったらね、ほんま、うん。それがほんま一番見習うべきところなんかなって。うん、そのさんま師匠の大阪の番組で、さんま師匠の誕生日のスペシャルの時に、うん、さんま師匠ってこの、いわゆるこのノリ、まあ、みんながこう、さんま師匠のことを、まあ、いろいろ調理してくださるんで、若手ないし、中堅、ベテラン、全員を調理してくださるんで、料理長、料理長って言うのよ。うん、で、そのノリのことを定食って言うてるの、みんな。なんとか定食みたいな感じで。で、その定食で一番長いノリは、どのノリが、定食として、うん、料理長お出しになられてるかみたいなので、ランキングみたいなので、1位で松尾伴内さんで、はい、多分男女兼用でございますの海苔やったか、うん、もうとにかくよく目にする海苔、32年って言ってました。同じ海苔、振りも同じ、返しも同じ。うん、で、これ逆に変えたらあかん。変えたら、あ、うん、変えねえな、飽きねえな。あ、お前もうそれせえへんねんな。せえへんねんな。怖い怖い怖い。って言って、そう。だから、その、ノリを、なんて、産んでる側やねんけど、大体、その、振られてる方って。で、その産んでる方が、飽きてないです。やらせてください。
って言って、30人。で、河本さん、だから次回長の河本さんは、なんかその、コントのキャラで多分最初やってはって、なんかこの、だいたい30分から40分ですね、みたいな。だいたい30分から40分っていうのは、なんか30分から40分とか、炭酸水をカンチャンチョイとか言って、なんか、ちょっとなんか、言われへんみたいなキャラクター。はい。で、なんかそれで多分三枚賞、おしょうもろいなってなって。で、こう、河本さんに数字振った時は、もう、その、30分から40分とか、あ、河本これ大体何年ぐらいだったっけ、大体30年から40年ですねって言わなあかんみたいな。言わなあかん。でも、普通にほんまになんか、普通のトーンで聞かれる時あるじゃないですか、うん、会話流れで。これ、ここの店大体何年ぐらいやってんねやろな、みたいな。で、言った時に、河本さんが、え、ここでも4、5年らしいですよって言ったら、あ、オッケーオッケー、やれへんねんな。あ、そう振ってたんやん。言えるやん。あ、数字言えるやん。普通に言えんねや。ずっとそうしてる。そう、だから、数字振られた時は、はい、もう、コモさんはビー玉みたいな目で、だいたい感じねえから感じる。ほんまにそう。信じられへんかもしれんけど、ね、もう、コモさんは数字封印されてんそう、数字の話でけへんもんな、ほんま。でけへん、でけへん、ほんま。ちょっと、まだまだありますんで、ちょっと、一旦 CM の。で、ここで皆さんにですね、はい、はい、お土産買ってきましたんで、ここでプレゼントします。まず男性の皆さんには、はい、トランプのトランプ。うわ、ありがとうございます。トランプのトランプです。うわ、いいでしょう、これ。しならでは。マジで嬉しい。これね、ニューヨークの五万街にあるトランプタワーの地下の、ショップでしか買えないんです。しかも、2024年でしょ。そうそうそう。だから来年の大統領選挙の共和党の多分、候補になると思うんで、もう来年の選挙バージョンです、これ。うわ、これ嬉しい。僕、まあ、トランプさんが大好きとかじゃないですけど、全然全然、ほんま。でも、嬉しいっすよ、ね。嬉しい。アメリカのお土産って感じ。かっこええな。うん。なかなかいいでしょ。中にはいろんなね、こう、候補、はいはいはい、スタッフの、なんか、はいはいはい、副大統領候補とか、なんか、そんなも入ってますから。顔が大きくなって。やっぱり、こういうのって、アメリカやなと思いますよね。そうそう、ぽいぽいぽい。日本でやっぱり。うん、これ、岸田さんのトランプとか絶対作れへんもん、それやっぱり。誰もそんなんで遊べへんし。そうですね。これがなんかやっぱアメリカやなって感じしますね。ユニーク。うん。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、お二人料理もするんで、これはね、これ。ええすごーい。これトレーダージョーズっていうのは、まあまあこっちで言ったら紀ノ国屋さん、ちょっといいスーパーマーケット。はい、で、そこのね、ガーリックとか、レモンペッパーとか有名なんですけど、有名すぎて、で、このコロナ禍でみんな家で自炊する人が多くなったんで、で、そこがもう気合い入れて、今年作ったんですよ。この、エブリシング、バッザ・ベーグル・セサミとか、ベーグル・セサミには語れへんけども、セサミ味のベーグルには語れへんけど、それ以上には絶対勝つっていう自信満々のタイトル作ったスパイスなんです。はい。何にかけてもええ。まあ、魚でもお肉でも、サラダでも何でもええっていう、自信満々で作ったやつなんで、今年バージョンですから。最近なんか松本ひどしさんもね、なんか究極のスパイスソースみたいな、はい、それの、まあ、トレーダー・ジョーンズ版ですね。うわ、ありがとうございます。はい、塩とガーリックとオニオンとセサミ、ごまと。で、これマリアちゃんには、やっぱりもう、その、ヤンキースタジアムでしか、ヤンキースタジアムでしか買えない、限定版です。何これジャッジのサイン入ってる。早いジャッジのサイン見つけんの。まあそれ直筆ではないですけどね、このヤンキースタジアム独特の、まあ、フィギュアですね、グローブのフィギュア。ちょっとミニチュアのグローブみたいな感じですね。すごい、マイク・トラウトだ。ちょっと待ってください。え、徳永さん、今日、マリアちゃんが何の服着てくるか知ってたっていうぐらい色あって。めちゃめちゃ多かった。ほんま。ヤンキースカラーだ、今日。ほんまや。ぴったり。しかも、ここら辺がもうジャッジの入れ方と同じ感じでしょ。それは知らん。ちょっと半分こう言って、ちょっと出して。ほんで、ラジオでここら辺とか言うても分からへんから。手がね、半分ジャッジ出て。手の辺の方と言ってくれてたけど。ありがとうございます。これを、ミニチュアのグローブ、かわいいっすね。かわいいでしょ。これ、めっちゃかわいいでしょ。いや、ほんま、いろんな、ジャッジグッズあったんやけど、いっぱい初め、こう、凍ってて、このマネちゃんにええかな、思って、いろいろこう、あんまええのね、揃えてたら、レジの横にこれ一個だけ残っててん。もう絶対こっちの方がええやん、思って。もうこんな小物より絶対これや、思って。めちゃめちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ、あ、ローリングスのちゃんとした。ほんとだ。限定版なんですよ、これほんま。ええかわいい。もうはめちゃった。
あ、もう、あれですね、ミニチュアといえど、ちゃんともうグローブですね。そうそう、革の。ほんまに、うん、それを、縮小したやつ、本物のやつを縮小したバージョン。意外と日本、これあんまりないですよね。ない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 。ミニチュアのグローブ。しかも中もちゃんともう、ファージョンの。ほんまや、ちゃんとグローブや。入ってる、ふわふわのも。すごい嬉しいです。ありがとうございます。サラのグローブって、なんか僕、子供の頃に憧れ。憧れ、ほんま。未だになんかすっごいテンション上がる。はめてみます？いやいや、ええよ、そんな。引っ込めない。お前引っ込め、引っ込めんのが早かったマリアちゃんと、なんか無神経にはめようとするリナだぞ。俺の気遣いだけが宙に浮いてる。でもそうですよね。なんか皿のグローブって。そうそう。もう憧れで、親に言いたくても言われへんかってとかね。なんか先輩のお下がりとか。そうそう。うん。何年後しか手に入れへん新しいグローブって感じだったもんな。すっごい嬉しい。このお土産は嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。じゃあ来年このグローブ持っていくユニオン。そう、向こう行ってね。ほんで、サイン、時期、ほんまに、サインしてもらうように。お願いします、もう。多分ジャッジも、あ、それ持ってんねや、みたいな感じになると思うねん。これは嬉しいわ。すっごい嬉しい。付き合う、向こうにはほんまに奥さんおるかな。それだけ忘れんように。テニス見に行った時も腕組んでたから。全米を。一緒に見に行ってはったんやね。それが普通やからな。ありがとうございます。すいません。よかったです。ありがとうございます。喜んでいただいて。写真はまた、ツイッターとか、そうですね。X ですね。X とインスタの方でまたアカウント上げさせていただきます。肉顔。これかける？これかけよう。これ嬉しいです。ありがとうございました。さあ、それではお悩み全然いけてませんので、お時間の許す限りいきましょう。もっと聞きたい。配信ネーム、ヨルネルネさんからです。マリアちゃん、稲田さん、河合さん、とこあかさん、こんばんは。こんばんは。暑かった夏も終わり、夜は涼しくなってきましたね。そこで相談なのですが、私は子供の頃の夏休み、毎年宿題のことを考えないように過ごし、31日に半泣きでやる子供でした。その後遺症で大人になった今でも、8月になるとまだ宿題やってないのに夏休みが終わると憂鬱になってしまうのです。もう宿題も夏休みもないのにです。来年こそスッキリとした8月を過ごしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いします。特殊ね。まあでも。まだ思うんよ。でも多分ですけど、やっぱこれぐらい、学生の時の、強烈な思い出ってやっぱ、消えないですよね。一番感受性のね、きつい時やから。そうですよね。だからその、夏休みのこの最終日もそうですし、夏休みに入る初日とか、まあそれこそね、好きな人に告白したこととか、友達と喧嘩したとか、やっぱりその、印象的なのって、何歳になっても抜けないですよね。一番強烈なんですか？僕は、でもね、小学校の時、小学校あれですね。はい、小学校の時に、小学校3年生の時か、僕本当になんか冬場になったら、あったかいお茶水筒に入れてくれるじゃないですか。で、今人見知りもあったんですけど、その、休み時間になったら、廊下で一人で、その、あったかいお茶を飲み続けるんですよ。ずっとじいちゃんみたいに。ほんで、東京から転校してきた女の子がいたんですよね。園田さんって言うんですけど、園田さんが心配やからって言って、お母さんも、その、毎回その様子を見に、来てたんですよ、園田さん。で、ま、みんな、グループがあるじゃないですか。そこに急にこの、うちの娘を入れさせるわけにいかへんっていうのもあって、単独でお茶飲んでる僕がちょうどよかったのか、園田さん、僕のとこに、よかったらしな、遊びあげてって言われたんですけど、俺、お茶飲んでるだけやねん。ね、どうしようかな、俺。お茶を開けてあげるわけに。とりあえず一緒に飲むか。飲むか。でもお互いね、人見知りやから、何も喋らんと。僕はお茶飲んで、園田さんは何も飲まずに、廊下にいて。でも、なんか、園田さんやっぱり、僕よりは社交性あったんで、さっき友達できてもらったんですよ、園田さんが。追い抜かれてもうたよ。でもまあ、お母さんは、ちょっとまあ、もうちょっと、まあ、仲良くなってから、ちょっと独り立ちさせようっていうこともあったから、来てはいたんです。だから、お昼間、僕とお母さんだけの、お茶会があって。稲田と園田のお母さん。
何やねんそれ。なんか申し訳なかったなってもっと楽しいやつくれよなんか廊下で火がちょっとだけ当たってそうそうそう湯気が立ったお茶ズズズって飲んで、ほんで横には園田さんのお母ちゃん最初ちっちゃい水筒やったんですけど、お昼になくなってまうから大きいのにしてくれて飲む量減らして教室入ってやええからねえ、配信ね、配信ないといいですね。この下期スタートの紹介いい感じのスタートができる感じしますね、これもほんま。いやこの思い出アインシュタイン配信ない。エンディングでございます。番組では皆さんからの配信のお悩みメールを募集しております。読まれた方には配信ステッカーをプレゼントします。アインシュタイン配信ナイト、お悩み相談は番組メール配信アットマーク abc1008.com haishun アットマーク abc1008.com です。公式ホームページからも送れます。公式 X 旧ツイッターはアットマーク配信1008アットマークローマ字で配信1008、公式インスタグラムもやっています。フォローチェックよろしくお願いします。まあ、あの下期に入りましたんで、はい、あのちょっとこうあの番組もいろいろ展開していかなかな言うて、はい、あの今もいろいろお悩みメールいただいてるんですけども、はい、もし僕らもっと話聞きたいなっていう人たまにいるじゃないですか、はい、なんもう生電話もいっぺんやってみようかなと思ってますんで、あのお悩みメール送っていただいた方にあの電話 OK とかあの電話希望とかあの添えて書いておいてもらったら、僕らまたあのこの人もっと聞きたいと思ったら電話することもありますので、なるほど、はいはい、またそういう風に書いてどんどん送ってください。わかりました、お願いします。ということでございまして、本日はここまででございます。アインシュタイン配信ナイト、また来週。この番組は日本写真映像専門学校の提供でお送りしました。